縄も知事選挙を終えた沖縄のこれからを考えていきます、那覇市にございますラジオ沖縄のスタジオには引き続き、佐藤勝さん、そして文化放送清水勝彦記者が一緒でございます、佐藤さん、清水さん、この時間もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします、まずは清水記者と我々国丸ジャパンチームは別々にいろいろ取材をしていて、はい、不思議な男ですね、清水勝彦は。なんでですか。なんか我々がどっかに行くとなんか歩いてるんですよ。夜の街でもなんか歩いてたりとかして、偶然一緒に遭遇する。そうですよね。ねえ。会社の中でもめったに会わないんで。そうですね。さあ、清水記者のこの、金曜、土曜、日曜日、3日間、まあ、精力的に取材続けていたわけですけども、はい、早速じゃあ清水記者のレポートからお願いできますか。まあ、先ほどね、佐藤勝さんの方から、はい、この10万票という差は大差だという話があったんですが、うん、私もどれぐらいの差がつくだろうという思いでこちらに入ってきたんですね、はい、で例えばよく民意が反映されましたというふうに、まあ、勝った方が言うわけですけれども、うん、51% 対 49% みたいな、うん、割合だと韓国大統領選挙もそうですし、アメリカ大統領選挙なんかもそうかもしれませんけれども、意外とことが動かなくなってしまうんですよね。うん、どれぐらいの大差がつくのかっていうのをまず見たかった。うん、これがまず一つ、はい。それから、あと、まあ私は沖縄はビギナーなので、うん、二つのあえて先入観を持ってこの街にやってきたんですね。うん、一つは、沖縄県は基地なしではやっていけない。うん、それからもう一つは沖縄県の方々はアメリカ軍基地は全部出て行ってほしいと思っている、うん、この2つをあえて先入観として持って那覇を取材して回ったんです、はい、どちらも大間違いだということが分かりましたね。はい、まあ、基地がなくて もうその基地から得る収入っていうのはもう全体の 5% ぐらい、かつてはその公共事業と観光とそれから基地とこの3つ、まあ、3K というふうに言いますけれども、この3つで県民所得の6割ぐらいを占めていた、もっと占めてた時代がありましたけれども、今はその基地の割合がすごく減ってきて、5% ぐらいまで減っているということをですね、有権者の方がよくご存知なんですよ。で、それからもう一つの、その基地なし、そのアメリカ軍基地は全部出ていけという、まあ、私の先入観ですけれども、基地はあっていいというわけですね。でさっき佐藤さんもちょっと触れておられましたけども、そのいくらか負担を軽減してほしいという思いでやっぱりいる方が非常に多いわけですね、うん、でアメリカ軍基地のその日本のその抑止力という面でですね、必要だっていうことはすごくよく分かっていて、ただ危険除去という部分とそれとプラスアルファして 74% の基地をずっと背負わされているという思いと、それから国から直下型で物事が決まっていくということに対してのものすごくこの抵抗感というんでしょうかね、そういうのが有権者の中に根強いんだなっていうのをやっぱり改めて感じましたね。基地がなくても大丈夫っていうのは、はい、清水さんもいろいろこう取材した中で、まあ、経済振興策が、はい、こううまくいってるところがあって、はい、あれこれをもっともっと展開をしていけばなんとかなんじゃないかっていう期待感も沖縄県にはあるって話を聞きましたけどね。そうですね、うん、実はですね、沖縄というところは非常にやっぱりポテンシャルを秘めた土地だと思うんですよ、うん、まず地政学的に言っても、うん、東南アジアに非常に近い、うん、それから県民がですね、うん、よく今人口減少社会って言われてるじゃないですか、はい、ところが県全体で見ると人口は決して減ってないんですよ、うん、で平均年齢が非常に若い、うん、まあ40代そこそこぐらいでしょうかね、平均で言えば、これは全国の中でも若いレベルだと思います。でしかも本土からこう移り住んできて沖縄で働きたい、沖縄で何かやりたいと思う方々も非常に多くて、そういった意味では非常にポテンシャルを秘めてる。それから先日ちょっと面白いデータがこちらで発表になりましてね、うん、文部科学省が毎年4月に全国学力テストってやるじゃないですか、はい、小学校6年それから中学3年を対象にして、その中学3年を対象にしたアンケートで世界に出て働きたいと思っている、うん、あるいは世界で勉強したいと思っていると答えた中学生の割合が、うん、なんと
沖縄県は日本一なんですよ。20% の中学3年生がいずれ海外でという思いを持ってるんですね。2位はちなみに東京の 19.2% なんですけれども、それを上回るその海外志向があると。これは非常にあのマンパワーの面でですね、私は沖縄にすごい可能性があるなと思ったんです。でそれ以外に言えばですね、あと5年後に那覇空港に2本目の滑走路が誕生すると、これはやっぱり大きなチャンスになるんじゃないかなと思ったんですね。で先ほど申し上げたその3つの K、 公共事業、それから基地、観光、この中でまあその基地はもうこれから出ていってもらいたいというか、その徐々にこう縮小していく傾向にありますから、で公共事業はその土地の政権によって変わってくると思うんですけれども、その残る観光、ここをどういうふうにこれから膨らましていくかという知恵がですね問われていると思うんですよ。で私なんかはこう沖縄今年間そうですね国内外から600万から650万人ぐらいのお客さんが来ているそういう観光圏ではあるんですけども、よくよく中身を見てみますとですね、世界から来るあのお客さんの割合がそう高くないんですよ。今でだいたい60万から70万ぐらいでしょうか、これがまあすぐ100万ぐらいにはなると思うんですけども、この2本目の滑走路ができると200万人ぐらいになるんではないかというような試算を例えば沖縄大学の地域経済研究所などはやってるわけなんですね。でそうなってくるとですね、結構その沖縄っていうのは単に今までの観光スタイルだけではなくて、海外から来るお客さん、もうあの日本人にとって癒しの島っていうだけではなくてですね、世界から人を集めるそういうポテンシャルも秘めてるんじゃないかなというふうに感じましたね。あの佐藤さん、今清水記者のレポートをお聞きになってていかがですか？あ、その通りなんです。ですから私も例えばある通信社が全国の県市を集める会合でですね、沖縄の基地はがないと成り立たないんじゃないかと、そういう質問が出て、その人に逆質問したんですよ。何パーセントぐらいの比率ですかと、ある人は6割とか、ある人は4割とか、わずか5割に過ぎないんだと、返還時の時だって十数パーセントに過ぎなかったんだっていうことを、全然数字として頭に入ってないんで印象論なんですね、はい。それから那覇市の新都心のところなんていうのは、これもっと米軍の住宅あったところなんですよ。そうですね。それをなくすことによって経済非常にうまくいってるわけで、そこのところは沖縄の方は基地ない方がうまくいくよということはこれは分かってるわけですよね。ですから基地がないと沖縄持たないでしょっていう理屈が沖縄の方からすると非常に侮辱的に聞こえるわけですよ。我らはそんな感じじゃないのよと。それから沖縄の基地っていうのはこれちょっと原発とは違うんですよね、はい。原発っていうのはそれいろんな問題ありますよ。情報操作されたし過分な利権誘導があったと。しかし原発っていうのはその原発がある県と、それから原発が受ける自治体の一応民意の同意っていう形を取らないとありえないんですよ。ところが沖縄の基地っていうのは伊江島にしても他の基地にしても銃剣とブルドーザーで作られるか、あるいは旧日本軍の基地を接収しちゃう形で作るっていう形で民意の同意を一度も得てないんですね。今回辺野古の基地に対してなんで沖縄の人たちがこんなに激しく反発したかというと、今回辺野古の基地っていうのはこういう形でできると民意の同意を得た基地っていうのが沖縄で初めてできるわけです。そうすると残りの基地全部も民意の同意を受けてるんだって話になっちゃうと、これは沖縄の基地の性格を変えると、これは無理やり押し付けられたものだと、占領下で行われたものだと。だから安倍さんは戦後レジームの脱却っていうことを言ってくれるんだったら、戦後レジームの中で行われた基地なんとかしてくれと、それが逆に増えてくるっていうのはないでしょうっていうのがあるんですよね。その話を私も聞きました。安倍さんって戦後レジームから脱却するっていろんな分野で言ってるんですけど、沖縄だけそれから脱却させてもらってないってよく言うんですよね。それからあと構造的に見たですね、沖縄確かに例えば今アラブ諸国から沖縄に来る人増えてるんですよ。医療ツーリズムなんですね、はいはいはい。それからロシアの富裕層も沖縄に来てる、
ですからこういうところで沖縄に対する関心っていうのは世界の富裕層の中で非常に広まってるわけなんですよ。これ今回立候補県知事選に立候補された、まあ、尾長さんももちろんそうですけども 4人とも陸道におっしゃってたのがアジアの医療拠点を目指すってことをおっしゃってましたよね。そうなんです。というのはこの琉球大学の医学部っていうのがこれがなかなか優秀なところで、うん、琉球大学っていうのはこれちょっと古い話なんですけどね、琉球大学それから他の大学に対する沖縄県民って他の県と違う特別の思いがあるんです、うん、実は第二次世界大戦終わるまで沖縄に大学ってなかったんです。大学おろか高校がなかったんです。そうなんですか。厳密に言うと、うん、昭和19年に師範学校を高等師範学校にすることによって、うん、一つだけ高等専門学校できるって形にしたんですけどね、うん、朝鮮の慶城には慶城帝大があって、うん、台湾の台北には台北帝大があったんですけども、うん、沖縄には教育施設を作らないっていうのが戦前の日本政府の方針だったんですよ。それでアメリカがそれはどうしたかというと、最初の頃伊波富裕とか東京大学出た人たちっていうのが非常に教育を受けることによって、うん、日本の沖縄統治に批判的になってくると、うん、だから教育を受けさせない方がいいって言われて中学校までしか進んなかったんですよ。それを戦後アメリカはですね、うん、ミシガン州立大学と提携して、うん、本格的な国際水準の大学を作っていくわけですよ、うん、アメリカが沖縄の人たちの信任を集めたっていうのは、うん、教育に力を入れたってところものすごいあるんですね。それで琉球大学っていうのは大変な誇りに沖縄の人たちはしていて、うん、これまたいわゆる東京の偏差値とは別の形で沖縄の地元の大学に進むんだっていう優秀な生徒たち多いんですよ。これ琉球大学だけじゃなくて沖縄大学も国際大学もキリスト教大学もそう、その琉球大学の医学部っていうのはやはり優秀な人たち集まってますし、そこへの誇りあるんですよね。それとどうやってビジネスをつなげていくかっていう、沖縄はもともと伊波富裕っていう沖縄学の父がかつて我々はフェニキアのような国だったと、世界中海を渡り歩いてて交易をしていろいろ知恵を使った国だって言ってるんですけども、アラブあたりに医療ツーリズムあるとこれ来るなと、ロシアも医療ツーリズムに関心があるぞと、おまけにロシア人だったら寿司いくらでも食うからなとか、そういうのポン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 と連立方程式組み立ててビジネス組み立てる才覚あるんですよ。それから第二次世界大戦後のアメリカの戦略、うん、第二次産業を作らないんですよ。第二次産業を作んない、これはね、うん、ギリシャなんかもそうだったんだけども、うん、二次産業を作ると工場労働者必要でしょ、はい、工場労働者って労働運動を起こすでしょ、それが反米運動に跳ね返りかねないから、それだから一次産業と三次産業だけっていう極めて不思議な構造なんですよ、うん、はあ、でもそれが逆に今度 IT の時代に入ってた時に、うん、その重しになるところの二次産業がないんで、うん、IT は入りやすいとか、はい、いろんな側面あるんですよね。結果こういう形になっていくわけなんだ。清水さん、さっき観光客のお話されてましたけども、はいはい、随分中国からの観光客、まあ、こちら東京にも随分戻ってきたって話もありましたけども、はい、沖縄も多かったですね。そうですね、中国、うん、それから韓国も多かったですね、うん、はい、そういった意味ではその政府が国の、まあ、国家戦略特区、観光特区として指定してますし、うん、そういった意味では観光っていうキーワードはこれからもやっぱり沖縄の中心であり続けると思います、うん、それからあと物流特区ですね、はいはい、全日空が荷物の集積所を那覇空港に置くというようなことがあったりとか、あとさっき佐藤さんの話に出た情報の面、情報特区、うん、これも例えば東日本大震災のような地震がね、首都圏を襲った場合のサーバーをじゃあどこに置くかということで、沖縄にそのサーバーの本拠を置くと、それをまあ NTT 西日本がまあ主に請け負って今やってる、そういう準備の最中だと聞いてますけども、そういう形で観光、それから物流、さらに言えば情報、この3つが大きな沖縄のこれからのキーワードになってくるような気がしますね。私もそう思いますね。それ特にこの情報で重要なのは、沖縄では他の都道府県との違いは新聞よく読むことなんです、はい、県市で琉球新報、沖縄タイムス、おそらく
発行部数20数万ずつ、県民140万ですが、実はね回し読みをする習慣があるんですよ、新聞を。ですから琉球新報を取ってる人は、はい交代って言って沖縄タイムズと回し読みをするんで両方読んでるんですね。はあ、それからあと週刊誌の配達が遅い、月刊誌の配達が遅いんで雑誌がやってることも新聞に内容が入ってるんです。それですから特に文化面なんていうのはかなり難しいんですよ。その関係でその新聞がものすごく読まれているっていうことで新聞の世論に与える影響が強いんですね。そうすると実はこれとラジオとも結構関係あるんです。新聞で見てラジオ欄を見て、あ面白そうな人が出るなっていうとラジオを聞くと、で私はこっちの地元の新聞に、土曜日にコラム持ってるんで今回出ますよと、ただ基本的に関東圏なんだけどもラジコで聞けるっていうことを書いたら、じゃあどれぐらい伸びるかなと思って今回楽しみなんですよね。今リアルタイムで聞いておられる方結構いると思うんです。琉球新報のね佐藤勝さんのコラムにいきなり土曜日びっくりしました、文化放送国丸ジャパンに出演しますっていうふうに書いてあって、本当にありがとうございました。ただそういう面で見てもそのあれね、これオナが武さんがおっしゃってたのは、今までいろんなところで地方から日本全体を変えていくって言葉はなんかお題目のように聞いてたんだけど、今尾長さんの決意っていうのは沖縄から日本を変えるっていう秘めたものっていうのは、それ佐藤さん相当熱い感じはしますけど、どうですか。要するに尾長さんの心の中でですね、日本っていうのは、ひらがなで書く2つの国からできてるんですね。大きな日本っていう漢字の国はひらがなの沖縄っていう国と、沖縄以外の日本という国と、その2つの国が合わさって1つの国になってるっていう、それだから沖縄は沖縄で頑張らなきゃいけないよと、それは同時に本土で甘えてたらいけないよと、東京に甘えてたらいけないよと、自分たちの足で立っていくんだよっていう気持ちと表と裏なんですね。